ガーシーが質問をした質問主意書ね、日本放送協会郵便法違反に関する質問に関して回答来ました。岸田総理から郵便法違反について検察に、いわゆる支局には被害届出さないという回答を聞いてるんですね。なんかもう法律完全に無視ですよ。もちろん僕は小田一郎さんのこと大好きですよ。彼の不正を調べようと思って調べました。で、彼の小田一郎さんの不正について調べれば調べるほどうんってなってきたんです。で、あ、これは完全に権力にはめられてる。僕がまさに小田一郎さんの報道をネットで知った時に驚きましたもん。小田さんって悪くない、少なくてもあのお金とかもらってないだろうし、そうすると田中角栄さんのロッキード事件も疑われた。でも確かに2人と共通ってアメリカに逆らおうとしてるんですよね。本当に独立しようとしてる。これが通知が来ました。先ほど通知処分、あ、処分通知書、告発に至る立花隆の浜田聡の東京地方検察庁、まあ荻野何がし貴殿から、まあ、要は NHK に対する刑事告発に関しては不起訴処分にしますって先届きました。なんか早くないですか、というか、まあ、早くにもそうだけど調べたんかと。で、ガーシーが質問をした質問主意書ね、日本放送協会郵便法違反に関する質問に関して回答来ました。岸田総理からピンクで塗ってますが、範囲がないから、いわゆる故意か過失で言えば故意じゃないから、これは総務省としては、内閣としては郵便法違反について検察に、いわゆる支局には被害届出さないという回答を聞いてるんですね。なんかもう法律完全に無視ですよ。刑事訴訟法の239条第2項には、要は公務員が犯罪を見つけたら告発する義務があるって書いてあるんですよ。なぜその義務を果たさないのかという質問に対して、 NHK がわざとやったわけじゃないから、いやでもこの犯罪、郵便法違反に関しては故意過失関係ないんで、しかも犯罪によって得た額が10億円ぐらいって言われてる非常に金額の大きいものですから、まあ非常にやっぱこういう内閣と検察のこの不起訴処分って見てるともうちょっと驚きましたよ。法律通り動いてないぞ。これもちろん両方とも行政ですから、検察庁も内閣総理大臣もね、行政ですから、もちろんこの後検察審査会にも出しますし、場合によってはこれ司法の場で問おうとは思ってます。もちろん国家賠償にも問えるもんだと思いますよ。こんな勝手にね、総務省が騙されてもいるのに、NHK にね、最初 NHK から騙されてこれは犯罪じゃないって国会で言った後に訂正もせずに総務省が指導してる、行政指導してるっていうのは案件なんで、まあ、本当恐ろしいですよね。ちょっとね、背筋が凍る思いです。法律を知ってれば知ってるほど怖いですよ。これこのような行政の暴走は明らかですから、もうね、僕もちょっとこの2つの書類が今日届いて、なんかもう政治家辞めたいなと思いました。怖くて、だからそら僕のような覚悟を決めてる人間すら怖いと思うぐらいだから、まあ僕はガーシーにお願いしたわけでね、そんなわけのわからんルールが通らないわけですよ。処分しないわけですからね、恐ろしいっていうのが、っていう中で今日ここのもう本当にこれ今ちょうど本当にこれ会見の10分ぐらい前に届いたので、ちょっと驚いています。だからあまり国家権力に逆らうっていうのは怖いんだろうな、まあ怖いことであるなっていうのはすごく今も感じますが、もちろんやめることはないです、やりますけどね、はい、私は忖度をしているメディアに対して腹は立ってるとかそんな1ミリもないですよ。当たり前だからね。新聞社や週刊誌、テレビ局が、民放テレビ局がスポンサーに忖度をするのはこれは当然の摂理ですから、そのために公共放送 NHK があるっていうことをまず国民の皆さんに知っていただく順番なんですよ。これね、偉そうなこと言いますけど皆さんにお勉強していただくしかないんですよ、国民の皆さんに。今回も議長が浜田参議院議員の話を途中で止めようとしましたけども、
議長がお勉強してくれないと関連性すらわからないんですよ。テレビ朝日の報道はあの1分間で僕の発言止められましたけども、外交防衛に対して必要な発言をしてるんですよ。そんなの判断するのは国民の皆さんなんだから、大越キャスターに止められることなんてないはずなんですよ。ましてや綾野剛さんのことを言ってるわけでもない。テレビ朝日からもらった文章を読んでるだけなんですよ。こういう圧力を受けたな状態で僕喋ってます。これこそが国防に大事な情報でしょう。皆さんほらほら止めてきましたよって、これを生放送で僕はたった1分の中で国民に示したわけですよ。全く同じことが参議院の中で行われたんですよ。でもこれを隠そうとしてもインターネットで中継されてるから、頭のいい国民はテレビを見てネットを見て、あ、ガーシーってすごい悪い人と思ってネットで追及をしたら、もっと悪いとこ見つけてやろうと思ったら気づくんですよ。だそのために一生懸命我々は正しい情報、我々の本意っていうのをこのように会見でも時間を基本無制限に設けてやってるのはそういうことですので、もちろん僕は小沢一郎さんのこと大好きですよ。彼の不正を調べようと思って調べました。テレビにすごい悪い小沢一郎さんが出てましたよね。で彼の小沢一郎さんの不正について調べれば調べるほどうんってなってきたんですよ。で、あ、これは完全に権力にはめられてる、アメリカの権力だろうなと。だから僕小沢さんの裁判の実はカンパも出してます。小沢さんの弁護団の弁護士の辻めぐみ先生とかね、あと当時の、小沢先生の周りの人たち、石井先生とかね、石川先生、智弘先生とかも応援させていただいてます。あんまりこういうの僕言ってなかったですけど、別に小沢一郎先生は僕はかなりやられたと思ってるので。でもあの時はまだメディアってそんなに YouTube もそんな盛んじゃなかったのでね、だからあの時の教訓を踏まえて、私はテレビの報道がおかしいなと思った人が YouTube に来ていただいた時に、この会見をご覧いただいた時に、悪いのはやっぱり権力者側なんだということに気づいていただければいいと。そういう活動っていうのはすぐに出ませんよ。さっきも僕中学生の授業にオンラインで参加してました。立花さんはなぜ NHK をぶっ壊すって政治家やってるんですか。女の子5人中学校3年生、僕ね20年間 NHK の職員してたんですよって言ったら、ってみんな言うんですよ。僕が NHK の職員を20年間してたことをほとんどの人が知らないんですよ。だから情報っていうのは時間をかけてきっちり丁寧に伝えていくしかないので、そういう意味でも今はこうテレビでその先ほどのフジテレビの報道なんかもねありましたけど、当然フジテレビの方ともその決められた尺でどうガーシーが言ったのか伝えるって大変なんです。別にこれテレビ局の批判をしてるんじゃなくて擁護ですよ。尺が決まってるんだから、30分喋ったものを30分出せばいいけども、それを2分3分にまとめようとすると大変な作業で、だからこそインターネットで全ての一時情報を見て有権者の皆さんに判断してほしいなと思います。理念という点でいうと、やっぱりその国会議員はやっぱり国民の民意で選ばれて、で国民主権ということを考えれば、やっぱり今回のガーシーさんに対する処罰というのは、特に除名に関して言及するというのはもうよくよく考えなければいけない問題だと思っていて、でそれを本会議のほぼ全員が反対意見の人たちを前に演説された天田さんは、そのもう理念を通したという勇気っていうのはすごい、多くの人のコメント見てても勇気をもらったとか涙が出たみたいなコメントもあって、非常になんか日本の民主主義を考える上で重要だと思ったんですけど、NHK 見てても報道してないんですよね。なんかそれ残念だなと思うんですけど、その辺に関して当初いかがですか。いやだからこういうのも書類送検されてるから不起訴処分になってるんですよね。だからその書類送検されてることすら報道されてない恐怖みたいなもので、もうある意味その報道しないということに本当に特化してるっていうか、ただまさに僕はなぜガーシーを公認したのかっていう、選挙に出てくれとお願いしたのかの一番の理由は、隠し事ができない時代になってますよと、そこをできるだけ知ってほしいっていうのがあったので、そういう意味では
やっぱりテレビがいくら隠してもネットでやっぱりバレていくわけですよね。でそのネットを見た人、僕がまさに小沢一郎さんの報道をネットで知った時に驚きましたもん。あ、小沢さんって悪くない、少なくてもお金とかもらってないだろうし、そうすると田中角栄さんのロッキード事件も疑わなかったんですよね、うん、でも確かに2人と共通点、アメリカに逆らおうとしてるんですよね、本当に独立しようとしてる。でそういうことを考えた時に、ああでも今ネットがあってよかったな。だってネットがなければ僕も NHK とも多分誕生してないから、どっちが卵かニワトリはどっちが先やねんってあるんでしょうけど、ただこれからもネットはどんどん広がっていく中で、そのテレビがどうして報道しないのかについて明確に、その忖度報道ですと、で NHK がそれをしないんだったら NHK にお金払うのやめましょうっていう結構分かりやすい構図にはなってきてるので、あとは本当に有権者の皆さんのその少数でいいんですよ、少数で 2% 取れればいいんですよ。ただその 2% をちょっとずつ伸ばそうと僕しないんですよ。初プロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け継ぎせ、多分ないの受け継ぎの方めっちゃ一発自信よ、めっちゃ違うよ、もうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテックアース。